福岡のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらはお弁当袋3点です。まずは生地をアップで撮影します。かわいい猫ちゃんの生地が2点と、なんだかちょっと珍しいワニの生地です。同じお弁当袋で1点絞ってるものがありますので、こちらでご紹介します。絞るとこんな感じの形になります。3点ともこのような感じで大きなまちがあります。内側も撮影します。